豊かな森に到着だね。ここならお菓子のいい材料が集められそうだね。ナッツを練り込んだクッキーもいいし、木いちごをたっぷり使ったケーキもいいな。あとは甘い蜂蜜をたっぷり使ったキャンディーもいいね。どれもとっても美味しそうだね。レムレスは様々なお菓子を知っているようですが、どんなお菓子が一番好きなのですか？どれが一番ってことはないんだけど、よく作るのはキャンディーかな。持ち運びしやすいし、いろんな味で作れるからね。いろんな味で、甘いフルーツの味がするものもあるし、ハーブを練り込んだとってもいい香りのキャンディーもあるよ。時にはスパイシーな味のキャンディーだって。それなら愛の味がするキャンディーはありますか？さすがにそれは作ったことはないかな。でももしそんなキャンディーがあったらどんな味だろうね。甘いのか酸っぱいのか甘酸っぱいのか、もしかしたらとっても苦いのかもしれないけど。キャンディーなら私は甘いのがいいな。でもちょっぴり酸っぱいのも好きかも。どんな味なのか分かりませんが、ぜひ味わってみたいですね。もしかしたらアリーなら愛の味がするキャンディーを作れるかもしれないね。私が？うん、きっと君にしか作れない素敵なキャンディーになると思うよ。レムレスのキャンディーも美味しいけど、アリーが作った愛のキャンディーも食べてみたいかも。そうですか。今は作り方もわかりませんが、いつか愛にあふれたキャンディーを作ってみたいです。それはとっても楽しみだね。きっとずっと忘れられない味になると思うよ。レムレス、その時にはキャンディーの作り方教えてください。よろこんで。それじゃあまずは僕と一緒にお菓子の材料集めに行ってみようよ。あ、そうだった。ここに来たのって材料集めのためだったよね。材料を集めれば美味しいお菓子の材料になるし、レムレスがぷよマスターになれてバッチグーだね。さあついておいで、一緒に行こう。